本校では日本とペルーの関係について述べる。両国は共にアジア太平洋経済協力、艦太平洋パートナーシップ協定及びアジア、中南米協力フォーラムに加盟している。日本とペルーの関係はスペインがペルーを統治していた時代に始まる。スペインの商人や選挙士がメキシコのアカプルコやフィリピンのマニラからマニラガレオンを用いた取引を介して知られていた。 マニラでは、スペイン人商人が、日本人商人と取引し商品を、当時のスペイン領はアメリカに輸送していた。1821年、ペルーはスペインからの独立を宣言し、また19世紀半ばには日本が開国し、いくつかの国と外交関係を持つようになった。正式な外交関係の樹立に先立って1872年6月、232人の、 中国人クーリーを乗せたペルーの船マリアルス号がマカオからカヤオへ向かう途中に深刻な暴風雨に見舞われて損亡し日本の横浜港に寄港した港ではある中国人労働者が逃げ出して岸に飛び乗った岸に着くと労働者は重度の虐待について不平を言い保護と戦場での仲間の労働者の救助を求めた二人目の労働者が船から脱出した後 日本の当局は船に乗り込み、中国国民が非人道的な状況下で彼らの意思に反して拘束されていることを発見した。多くの人が誘拐され、ほとんどの人は最終目的地の場所を知らなかった。日本の裁判所はマリアルス号の船長、リカルドエレーラを不正行為で国際法に違反したとして告発し、中国国民を解放した。1873年に入り、 日本とペルーは非非就航通商公開条約に調印して外交関係を正式に締結した。1899年、790人の日本人移民が桜丸でペルーへと渡った。ほとんどの移住者は様々な農園で働くためにこの国にやってきた。1936年までに2万3000人の日本人移民がペルーに移住した。 第二次世界大戦中、ペルー人は、今で600人以上の日本人が住む家や企業を攻撃し、10人の日本人を殺害し、数十人を負傷させた。1942年に1月には、日本の真珠湾攻撃を受けて、国交を断絶した。その後まもなく、アメリカ合衆国からの圧力が強まったためペルーは、危険な敵国人からラテンアメリカを守るため、1700人の 日系ペルー人をアメリカに国外追放し、アメリカの収容所へと送った。戦後、ペルーは日本との国交を回復し、1959年には岸信介首相が職員をペルーに派遣した。1961年にはペルーの大統領マヌエル・プラド・ユガルテチェがラテンアメリカの首脳で初めて日本を訪問した。福島県内玉村出身の農民だった。 イ・ヨキチは1917年にペルーに移民として渡るとマチュピチュまでの鉄道建設に携わったのを契機にマチュピチュに移住しマチュピチュの発展に貢献した。これを契機としてナイの出身である大玉村とマチュピチュ村は友好都市提携を結んでいる。リマにある在ペルー日本大使皇帝選挙事件のモニュメント1990年7月にアルベルト・フジモリは 日系の人物で初めてペルーの大統領になった。藤森大統領が選挙で選ばれた数ヶ月後、何人かの日本人と日系ペルー人が攻撃され、センデロルミノソとトゥパクアマル革命運動という二つのゲリラグループによって誘拐、または殺害された。1992年には藤森大統領が日本を訪問した。1996年12月27日、 14人のトゥパク・アマル革命運動のメンバーがリマの日本大使皇帝を襲撃し、近城天皇の63歳の誕生日を祝っていた400人以上の外交官僚及び軍関係者を人質に取った。彼らは藤森大統領がパーティーに出席すると思っていたが、大統領が出席していないと気づいたとき、彼らはペルー政府に投獄されていた300人の同志の 釈放を要求した。この事件は在ペルー日本大使公邸選挙事件として知られるようになり、1997年4月22日にペルーの部隊が大使公邸に入り、14人のメンバー全員を殺害するまで続いた。この包囲の間に最高裁判所裁判官のカルロス・ジュスティが作戦で死亡し、また2人の兵士が殺された。日本の首相、 橋本龍太郎は人質の解放についてペルーに感謝した。2000年11月、藤森大統領はブルネイで開催される第12回 APEC のサミットに参加した。サミット後、彼は日本に移動し、腐敗スキャンダル問題で政治が混乱していたため、東京から大統領職辞人の意をファックスで送信した。日本政府は藤森は 日本国籍保持者であるため、日本滞在には何の問題もないとした。ペルー政府は、アレハンドロ・トレド大統領のもと、20の刑事訴訟にかけられた藤森を引き渡すよう、日本に要求したが、日本は拒否した。2006年、藤森は日本から出て、メキシコ・チリへ向かっていたところを逮捕された。彼はペルーに戻って大統領に立候補することを、試みていた。 1990年代、日本は入国管理法を改正し、出稼ぎ移民の帰国、永住権取得を認めた。約6万人の日系ペルー人が日本に帰国し、ブラジルに次いラテンアメリカ系で2番目のコミュニティとなった。2013年、日本、ペルーは国交140周年を祝った。第十八回 APEC 首脳会議に参加した日本国首相の安倍晋三と、 ホスト国ペルーのペドロパブロクチンスキ大統領。日本の皇族及び首相によるペルー訪問ペルーの大統領による日本訪問日本とペルーは貿易金融協定、ビザの撤廃に関する合意、技術協力協定、農業開発に関する協力協定、投資の促進と保護に関する協定、ペルーの遺跡保護に関する日本の寄付に関する協定を結んでいる。 2013年、日本とペルーの貿易は35億ドルに上った。日本からペルーへは主に自動車、自動車部品、タイヤ、鉄鋼を輸出している。ペルーから日本へは主に銅、魚粉、銀、亜鉛を輸出している。同年、日本からペルーへの直接投資は2億3800万ドルであった。ホンダ技研工業、ソニー、東芝。 トヨタ自動車等の企業がペルーに進出している。2010年、日本とペルーは経済連携協定に調印した。また、両国は艦隊兵用パートナーシップ協定に参加している。ありがとうございます。